人事部長ユーーーチュバです、えー昨,日えー、昨日ですね1月2日の日に、えー、中学校の同窓会ですね、まあ、10人弱ぐらいですかね10人ほどのあ10人9人かあのほどの、えー、メンバーが集まりました。でまあそれに、まあ、参加してきたんですけどもまあ思ったことはですね、まあ、やっぱりこう友達っていいなと。 まあ単純なんですけども友達っってていいなっていいなううふうに思いました、えー、中学校の友達なので、まあ、小学校が同じ友達もいれば、うん、小学校違ったメンバーもいるんですけども、えー、まあやっぱりですねこう、まあ、幼なじ幼稚園から一緒の、ね、幼なじもいる,いるんですけども、まあ、関係性がやっぱりね関係性があるので本当、まあ、十何年ぶりに会ったねメンバーもいたんですけどもなんかこう 距離感っていうかその十数年会ってなくても全然そのなんだろうな距離感が感じさせないっていうそういう部分はすごくあるあったんですね。だからそれはやっぱりこう学生時代に日々まあね学び日々こう遊びとかねまあ部活とかいろいろやってきている中でまあ共にそういうね時間を過ごした仲間なのでまあそういう意味ではですねう 貴重ななというか大切な、ねえー、友だなという,ふうに感じましただから何を話すってわけではないんですね、まあ、近況の話もあれば、まあ、過去のね、えー、話もありましたけども何を話をするわけではないですけどもそういうこう場,場の空気ですかねこう関係性のいい、ね、関係性の良好な人たちといる時間空間っていうのは とても大事だなと思いましただからまあこれ企業においてもそうですよねまあ仕事をする時間って結構長いじゃないですかまあ組織に属してればね会社の中に属していればやっぱりこう共にね、えー、費やす時間というのは長いわけなのでやっぱりその長く一緒にいる人ほどおまあどういうふうな関係性を結あの やっぱりその関係性がしっかりと、えー、構築されればですねやっぱりこうその場の空気っていうのが、えー、よりいい状態になるしまあ例えばですねまあ、極端な話ですれば、まあ、私みたいにその前の会社を独立して、えー、辞めてるわけなんですけども、えー、やっぱり関係性が良い状態でねやっぱちゃんとや辞めてればまあこう。 OBOG メンバーで集まることもできるし、まあ、先日のね、えー、結婚式なんかにも呼ばれたりとかして、まあ、懐かしい顔と、まあ、いろいろなねまた交流なんかができるという部分もあるしやっぱりその組織っていう部分ですね、まあ、同窓会で感じたのはやっぱり組織においてこの場の場づくり場づくりがすごく大事だなという特に関係性ですね。 やっぱりこう退,職理由退職する理由なんかでもね人間関係で辞めるっていうのが、まあ、すごくこう、ねえー、多いわけなんですけどもだからまあやっぱりこうどういうふうな関係性を構築するかっていうのは非常に重要だなというのは感じましただからまあ私が人事部長をやっている時に、えー、一番最初に、ね、人事部長を始めた時に採用のコツを社長に、ねえー、聞いたんですけども 会社を辞める時に気持ちよく辞めてもらうっていうのが採用のコツなんだって言われた時にうんってまあ最初はちょっとびっくりしたんですけどもまあその後の解説がですね会社を辞める時に気持ちよく辞めてもらうってことはまあいつでもですねまあ戻ってきてもいいまたはそのお客さんになる場合もあるわけですね。 だから関係性が悪ければお客さんだったら絶対仕事をここの会社に振らないだろうしまた戻っていきたいなと思っても、まあ、こう関係性が悪い会社であればここに戻ろうとし,しないわけじゃないですかだからそういう意味ではやっぱりねあのそれと本当同じだなとだからまあ何だろう関係性ですね関係づくり、まあ、場作りっていうのはすごく大事だなというふうに私はまあ感じましたはいということで本日は以上になります ぜひチャンネル登録をお願いします。